では、抜け丸も戻ってこんようじゃし。わらわからの報告じゃ、わらわは埼玉や神奈川など、東京以外の関東を回った後、主に天下五軒と連絡を取っておった。お花見衆の支部があるのは、上野の明治館、富士見の都屋、仙台、金沢、京都、萩、土佐、鹿児島の8つなので、鬼丸さん、道地切さん、三日月さんの3人には、普段なかなか足を伸ばせない場所。北海道、佐渡島、対馬に遠征をお願いしました。逃げた彩花が身を隠しているとしたら、本州以外なのではないかと考えての。先の戦の後、明治館で装備などを整え、それぞれ調査に出てもらっていたんじゃが。うむ、松林が予想した通り、鬼丸からも道地切からも三日月からもそれぞれ曲がつかなめの柱を発見したという連絡があった。彩花そのものは見つかっておらんが、霊脈からすでに力が吸い上げられた形跡があったとのことじゃ。私たちはその3カ所に行っていませんし、裏で密かに何かをしている痕跡から彩花の可能性が高いですね。茶丹那霧さんに憑依していたものは、アスカの時代に私や七星剣が初代ミツルギ使いと戦っていたもの。すなわち過去に私たちが出会った彩花とは違うようであると現時点では考えています。ですから、何を考え何をしようとしているのか予測するための材料が足りず困っていたところだったのですが。取り込まれそうになっておった茶丹那霧がそういうのであれば、わずかじゃが奴に近づけている感覚を得られるの。彼岸御将の勾玉すべてをうちに抱えている。それだけでも脅威と言えますが、わざわざ本州から離れたところに曲がつ要の柱を設置してまでさらに力を蓄えようとしているとしたら、不気味としか言いようがありません。三日月さんたちからは強力な曲がつきがたくさんいるとも聞いています。強力な曲がつき、予想以上に時間がかかってしまっていますが、このまま続けてください。3人には伝えておきました。神隠しにあったとか、寝ていた人が急に夜中に出歩くようになったとか、少々見過ごせないことも起きてるようじゃしな。大丈夫ですよ、城泉さん。道地切さんたちはあなたもご存知の通り、一人で行動しても安心なほど強い方ばかりですし、誰かにさらわれるのが怖くて寝られなくなってしまったなら、隊長さんにギュッてしてもらえばよいです。え、いや別にそういうことじゃなくて。はい、思い出した、城泉はお化けがダメだったさ。それを言うならあなただってめちゃくちゃ震えてたじゃない、私に抱きつきながら。二人とも夜はワンの部屋に来たらいいさと、朝になるまでずっと抱きしめてあげようね。いや、千代姉が本気出したら千賀姉たち頭身がパキって。俺はしないだろうけど、ちょっとヒヤヒヤするさ。お兄様、思うところがあるのですか？
隊長くん、しばらく見ないうちに城泉や茶壇なきりと随分仲良くなったみたいだね。これはこの後、みんなが砂防で働いている間に裏で乳繰り合わせてもらおうかな。ゴーさんはちゃんと働いてください。平和なことはいいことです。力を抜けるときは抜いて、入れるときは入れる。そうすることで、ここぞというときにより進化を発揮できるようになる。私も久しぶりに皆さんを見守りながらくつろがせてもらいますね。しかし抜け丸のやつ遅いな。ここまで抜けていることはなかなかなかったはずじゃが。